チャオあっちゃんです、今日10月14日金曜日、食後のねデザートタイムをしようかなと思っとってんけど、あのデザートタイムの前にね紅茶、ちょっとずらします。食後のデザートタイムね、今日9時から絶食やから、で絶食だと飲食 OK、 絶飲食じゃなく絶食だけで飲食は OK やから、あ飲食じゃない、飲むのは OK やから、アールグレーティーストレートお茶ね、沸かしたとお茶がなくなっちゃったで、今沸かしてるから熱々飲むのもね、熱々でもいいねんけど、あれかなと思って、アールグレーティーの1リッターパック、これねドンキホーテで買ってきてんけど50円やって、で賞味期限がね2017年2月やからめっちゃ長いから、賞味期限近いから安いわけじゃないんだけど、なんか知らんけどめっちゃ安い、50円で1リッターやんね、ストレートやね。でこれをね飲みたいと思います。あっちゃんアールグレー好きやから、まあティーバッグで出してもええねんけども、ね、アールグレーの茶葉も持ってねえけどね、もうめんどくさいであっちあっちを冷やさないからね、冷たいの飲みたい時はこういうのいいなと思って、香りちょっとアールグレー香りが、うん、香りが薄いね、うん、まあアールグレーはアールグレーやけど、うん、香りがちょっと、だけどまあ飲むのには美味しい、うん、普通にお茶感覚で飲むんやったらいいけどもね、紅茶香料ビタミン C で書いてあるでもちろん0キロカロリーね、紅茶やからストレートティーやからね、でナトリウムが0から2ミリグラム、0から2ミリグラムってなんやねんみたいなね、からってあと全部0、炭水化物のタンパク質としても、だから要はもうお茶感覚、水感覚で飲めるよっていうやつ、グラスに味わえるリーフティーやねんけど、あんまり香りがねまずくない、でも美味しいよ、美味しいけど、いつも茶葉から入れてるアールグレーと比べると、うん、香りが浅いかなっていう感じで、うん、でこれにミルク入れてミルクティーにしてもいいし、うん、っていう感じです。アールグレーはあっちゃん結構ストレートのもの好きやからね、うん、まあなんだけど、これで今日の夜9時以降はなんとかしのぎたいと思います。はい、ということで、でこの後ねちょっとねデザートタイムして、ね、ゆっくり紅茶を飲んでいきたいと思います。はい、お茶沸かしたったら麦茶でね、あれやねんけど、これ安かったから、ドンキホーテで50円やったから、どんなもんか買ってみて、これをリピートしてもいいと思う、うん、50円やったらいい、でも味わいはアールグレーやねんけどね、香りがちょっとって感じやけど、残念なほどじゃない、一応まあアールグレーティーやから変な味するわけでもなくね、うん、美味しいよ、うん、でそんな渋みもむちゃくちゃあるわけで、まあ渋みはあるけど、むちゃくちゃあるわけでもないし、飲みやすいし、うん、後味が結構でもアールグレーやな、美味しいな、後味美味しいです、うん、口入れた瞬間そんなにね香りがバーって広がらへんねんけどって感じです。はい、紅茶大好きなんであっちゃん、はい、50円でこれが買えるのは嬉しい、うん、はい、ということで、今日はホーマーコーポレーションのアールグレーティードンキホーテで50円1リッターね、はい、の紹介でした。まあ50円でね、まあまあ美味しいアールグレーティーが飲めれば OK じゃないのかなと思います。また買ってきます。ではまたね、バイバイ。この後、この後じゃない、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。